ジョミさんの上、それ、今回はですね、まあ、最近フォートナイトで大型アップデートがね、来たんですけど、まあ、そこでなんと新しい設定が来てて、今回ですね、そのアップデート内容と、パッド勢必見の遅延を減らす方法を紹介したいと思います。それでは本編やっていきましょう。今回の動画はね、メインは設定のね、アップデートなんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、雪がちょっと溶けましたよと、ここら辺とかね、まあ、けど雪積もってたはずだけど、まあ、ここら辺はあんま変わってないからな、ここら辺は。ここら辺はいつも通りって感じで、まあ、トイレもね、まあ、増えたらしいですね。いろいろ。これはボットかな？あ、そう、なんかアップデートで、なんかボットが増えたらしいんですよ、ランクで。増えたというか、なんか出てくるようになったらしい。どうやろう、まだ今もいるかもしれないけど、ランクにボットはやばい。はい、というわけで、多分ね、もう初動いなくなったんで、まず早速ちょっと設定の方を紹介していきますか。一つ目の設定が、ここのゲームの方の下の方に行ってもらって、これですね。FOB 最速値と FOB 最大値。まあ、これ何かというと、なんか視野角がね、今回のアップデートによって変更できるらしいんですよ、自分で。まあ、例えばね、この最大値を、この最小とかにしてみると、まあ、これすでにね、なんかちょっと変わったらしいんですけど、ダッシュしてみると、多分分かりやすいかもしれない。こういうなんか、相手から上取った時にダッシュすると、なんかちょっと視野があんま広くないみたいな。感じです。はい。なので、まあ、これは、ダッシュをするとあんま、なんか視野が見づらいのかな、多分。あんまり広く見渡せないみたいな。そういう設定ですね。こういうのキャラクターが結構近づいてみるみたいな。この FOB 最大値を下げると。じゃあ逆に、このゲームの方で、この FOB 最大値、これをマックスにしてみると、ダッシュすると、まあ、さっきと段違いで、結構広く見えるんですよ。まあこれが結構いいね。まあでも個人的におすすめとしては、この設定の方は、これはね、最大値にした方がいいですね。まあ、最小値は、なんか下げても上げてもなんかあんま変わらないみたいな。まあ、もしこれ知ってる方いたらね、ちょっとコメント欄で教えてください。まあ、メインは最大値を変えることが多分いいと思います。まあ、105度がね、まあ、個人的に一番、まあ、これが一番見やすかったんでね、いいんじゃないかなと思います。ボットか？わかんないわかんない。もうわからなくなってきた。はい、というわけで、一つ目のね、設定のアップデート内容でした。で、さっき話したんですけど、このトイレもね、はい、追加されましたよと。こんな感じで、移動できますと。もちろん、戻るときも、こんな感じで戻れますね、瞬間的に。まあ、ただね、こうやって、ガン待ちしてる敵もいるかもしれないんで、こうやって、まあ、囲まれたりとかね、事前に。まあ、そういうのも、ワンチャン出てきそうですね。敵がいないし、メダル、あんま誰も取らないやん。新ランドマーク来た。マジで今更。あと他にもね、なんかスネークが使えるようになったみたいな感じですね。はい。まあ、スネークはバトルパス買うと、まあ、おまけでミッションが増えるみたいなのが出ましたね、今回のアップデートで。オイル。おほほ。これはさすがに人間やろ。で、アイテムのアップデートは、ダンボールですね。あ、ちょっと今まだ見てないけど、ダンボールのアイテムと、透明になれるアイテムが、なんか、来ましたね。お、すごい。え？まさかの HP ない。はい、次はね、遅延を減らす設定なんですけど、遅延を減らす設定。これ、パッド勢限定かな、多分。このコントローラーボタン配置の、このプラットフォームですね。これがなんとね、今回の大型アップデートで追加されましたね。これなんと5項目あるから、なんかほぼ全てのコントローラーに対応してるんですよ。例えば Xbox One だけじゃなくて、この新しい方の Xbox シリーズ XIS みたいな感じのやつと、PlayStation 5用のボタン配置と。確か前のやつはね、なかったはずなんですよ。なので今回のアップデートで、まあほとんどのね、コントローラーに対応できましたよと。まあいう感じになりました。まあこれで結構いろんな人がね、ボタンの押し間違いとかね、まあ、なくなるかもしれないですね。で、まあ、それだけじゃなくて、このプラットフォームで、なんと、一般にすると、遅延が減るらしいんですよ。まあ、これはね、本当に自分もやってみたんですけど、マジで一般の方が遅延が減ったような
まあ、感じがしましたね。まあ、海外の人もね、まあ、一般にした方がね、まあ、遅延が減ったっていうね、まあ、そういうね、検証もね、あったんで、まあ、これはね、まあ、遅延減らしたい方は、まあ、一般にすればいいんじゃないかなと思います。まあ、アップデート前はね、このプラットフォームの設定がね、なかったんで、まあ、今回のアップデートは普通に嬉しいね。で、この設定は確か PC 限定かな、確か。で、最初のこの視野角の方、この FOB の方は全消したようですね、これは。遅延減らしたい方は、ぜひ、この一般設定ですね、はい、やってみてください。おほ、あと他にもパッドのボタン配置の、まあ、遅延を減らす方法はね、まあ、PC 限定かもしれないけど、まあ、あるんでよかったら過去の動画見てみてください。いた、いた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 、やばすぎるやばすぎる、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。オッケー、痛い、あぶねえ。明らかにミドル持ちやな、これ。一旦地か。アサルトーン。ということで、無事ミクロしましたということで、危ない危ない。これ確か一番最初のランクだから、どれなんやろ。さあ、10キルで、ブロンズさん、マジ。ということで、皆さん今日はですね、大型プレートの、設定の内容をね、紹介してきましたと。ということで、まあ、特にパッドの遅延を減らす方法はね、まあ、結構めちゃめちゃおすすめなんで、まあ、遅延減らしたい方は、ぜひ試してみてください。この動画少しでもよかったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。